菅原清忠は、平安時代初期の苦行、文人。弟を見つけ、菅原古人のの4男。官位は、十三に左京大部。父、個人は、巧妙な儒家であったが、家に財産がなかったことから、清忠ら子息は急防し苦しんだという。清忠は若い頃から継書と師匠を学び、遠略三年賞により、皇太子、沢良親王に付き従い。 延暦八年若干二十歳で笹組に休大して文章生に補せられる。学業に優れて文章特要生に推挙されて身の症状に任官し、延暦十七年対策に休大して大学症状に任ぜられた。延暦二十一年検討法案に任ぜられ大見検討を兼ねる。延暦二十三年最長らと共に第二戦に乗船して等に渡り検討大使、 藤原くずのマロと共に皇帝特捜に越見し、その引き立てを得た。延暦十四年帰国して十五位した大学助に助任される。延暦十五年も終わり助に占利、平常朝から佐賀朝初頭にかけて地方官を務める。国士として五官の竜広士のように刑罰を用いない統治を行ったという。 公認3年地方官の任期を終えて帰京すると、佐京助、大学頭、主伝統、左右小弁、式部昇優と教官を歴任し、公認7年十5以上、公認10年生5位下、文章博士、公認12年十4位下、四部大助と佐川朝後半にかけて、順調に昇進した。この間の公認9年には、御事のりにより、朝廷における儀式や衣服が、 東風に改められ、五位以上の域が中国風に改められ、初級殿、インドを文に新たな変額が制作されたが、すべてに清忠が関与したという。後、左中弁に転じるが意にかなわないことがあり、求めて右京大部に選択。清忠が右京大部の官職にあった際、佐賀天皇に京式大部の総統位を問われ、正五位総統であると答えたところ、 直ちに教式大部の総統院が十四位に改められた。順那町に入ると、天長元年ハリマゴンモリに左遷されるが、時の人はこれを憂いた。翌天長二年には、国の元老である清忠を平安系から遠く離れた地に配置するのは適切でないと、苦行らが上層したため、清忠は再び入京して文章博士を兼ねた。後、 文章博士を務める傍ら男女大筆、左京大部お金、ね、天朝4年14位以上、天朝8年生4位下と昇進する。人としみ王朝の上は6年には、十三味に除せられて苦行に列すが、老いと病により衰え終わり、歩行に難重するようになっていたことから、直により三代二の際に、県令門前の大場にある梨の木の下まで義者に乗ったまま来ることを、 これまでの学識を認められて、特別に許されている。その後、病により散大することもだんだん耐えて、上は9年10月17日に皇居、去年73、最終官位は文章博士13位。孫の菅原道真が天神として祀られたことから、この是善とともに天魔宮に祀られている。具体的な後世に残った辞席としては、 それまでは風だった人名の付け方を東風に改めたことが挙げられる。男子の場合、坂の上の田村マロの田村マロのような形式から、菅原道真の道真や藤原元常の元常といった二文字くん読みか、源の通るの通るや、原神の神など一文字くん読みという形式にし、女性の名前の子という形式にすることは、 彼の権限によって導入されたものである。清忠は、呪文の領収と称されて、文章博士の簡易相当を貴族である、十五石下に引き上げさせて、律令法によって、本来大学領の博士の筆頭とされてきた、妙業博士からその地位を奪った。また、大江恩人のように指定にまで訪問して、教えを請う者もいた。このため、 菅原市の指定の廊下には学生たちが集まるようになり、後世に関係廊下と称されるようになったとされている。清田大吾、博士が学生と私的な指定関係を結ぶきっかけとなり一種の学伐の形成が進むとともに、指定の教育に力を注いだことによって、菅原市から世襲的に文章博士が排出されるようになったため、採用があれば、 家柄や人脈にとらわれず評価されるべきであると主張したと原赤をはじめとする他の文章博士の反感を買った。菅原氏と反対派の対立は時代以後に持ち越され、後の道真左遷の永遠となったとする見方もある。人徳があり、生物を愛して殺生を好まなかった。老いてからは、吾行のために仏像の制作や写経に励む一方、常に名役を服用して、 顔形が衰えることがなかったという。監視人として、両運州に四種の監視作品が再録されている、他歌州に、元家州がある。また、清原夏野らと共同で、礼儀家を編纂した。また、佐賀天皇に対して、文宣の持読を、人形天皇に対して、五感所の持読を務めた。中記のない者は、六国史による。ありがとうございます。